どうも、フロアンティークのユーミンです。本日はね、商品紹介じゃなくて、日本帰ってきたんでね、ちょっとね、イベントを控えてたんで、今回はね、そのイベントの、紹介になります。12月20日ですね、来週の金曜日、20時から23時の3時間こちらのね、ホテル声で、イベントをやらせていただくことになりました。いや、ここは結構僕も個人的にね、ちょくちょく来てて好きなんで、好きな場所なんで、しかもね、新しくできたパルコ、その目の前なんですよ。だから、パルコに来たついでにね、ちょっと僕と一杯ね、一緒に飲みましょうよ。もしかしたらね、ウイスキーもね、提供できるかも、しれないんで、ついてちょっとまず中見てみましょう。オスだった。こんな感じでね、バーがカフェみたいな。で、イベントはこっちの方でやりますね。で、他にあと5組くらいなんか他の方も来るみたいなんで、まあ、ぜひぜひ、なんか僕たちだけじゃなくてね、女の子もね、もちろんいるみたいなんでね、可愛い女の子もねぜひお楽しみにね、お待ちください。まあ、来週とかのね、このイベントの話なんですけど、すいません、ちょっと直近になっちゃって、まあ、海外帰ったばっかってのもあってね、まあ、でも基本的にそのイベントとしては、まあ、服はね、僕とキューティーの私服を持ってくるんで、ぜひぜひ、なんか本当に買わなくてもいいんでね、なんか話だけに来ましたとかでも全然 OK です。カフェとかもやってるんで、もうコーヒー飲んだりとかして、で、まあ、今年もね、年の瀬ということでね、忘年会ちょっとやろうと思ったんですけど、できなくて、その代わりこのイベントでね、ちょっと皆さんと飲みながら語りましょう。で、DJ もいるみたいなんで、テクロとかハウスもね、皆さんで聴きながら、ちょっと踊りながら、ね、ちょっと1年を収めました。で、来年に関してもね、いろいろちょっとイベントも考えてて、その告知もまた前もってやりたいと思います。すいませんね、今回ちょっと東京の方限定になっちゃうと思うんですけど、で、まあ、来年はいろいろな、ね、場所でもやりたいと思います。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、インスタグラムのフォロー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは。